それでは役員会の概要についてご説明を申し上げます。まず安倍総裁から元号を令和に決定した。出典は万葉集で初めて国書から引用した。広く国民に受け入れられ、日本人の生活に深く根ざしていくことを願っている。先週参議院において予算が成立をした。後半国会の審議に緊張感を持っていきたいとのご発言がありました。幹事長からは後ほど説明をさせていただきます。森山国対委員長から、次回の本会議は明日情報監視審査会の年次報告と、建築物エネルギー法の出説明質疑を行う予定であります。次回の本会議では9日に上がり案件の処理と法案の出説明質疑で立てる予定にしております。以上の発言がありました。関内参議院国対委員長からは、先週予算が成立をし、いよいよ今週から第2ステージであります。厳しい日程だけれども頑張っていきたい。岸田政調会長からは、政府の10連休対策の取り組みについて16日に4回目のヒアリングを行うとの発言がございました。私からは以上になります。幹事長お願いいたします。では御予算でございます。私の分でありますが、各地の知事、政令市、県議選挙におきまして、取れるまで残すところはあと6日間、事実上の5日間となりますが、6日間となりました。残された期間は極めて、わずかでありますが、自民党は一層全力を尽くして、勝利に向かって頑張っていきたいと思っております。ご協力をはい、事実審議したいんですけど、幹事長から言及ありました各地の選挙ですが、大阪の府知事市長選に関してですね、報道各社、調査で維新側、府知事選、市長選とも維新側の優勢というかリードというのが伝えられております。幹事長、あと残り1週間大阪の選挙どのように手こ入れを図っていくのでしょうか。まあ大阪の市長選挙は、大阪の府民の皆さんがしっかり決断されることを我々は期待することが極めて大きいわけでありますが、党としても全力を尽くして勝利に向かって邁進するということでございます。選挙の下馬評といいますか、皆様方からのいろんなことについては厳しい戦いのようでありますが、まあ選挙は初めから楽な選挙はありませんから、この厳しさを跳ね返して勝利に向かって必ず勝利する、そういう方向で戦い抜いていきたいと思っております。質問はい、どうぞ。NHK の関口です。どうぞ。本日外国人材の受け入れ拡大のですね、出入国管理法の改正法が、施行となりました。改めてその外国人材の日本人の現状ですね、その必要性、改めて幹事長にお願いします。今の状況からは、皆さんもご承知の通り、外国人材を受け入れざるを得ないほど、この人手不足といいますか、そういう状況が迫っておるわけであります。したがって外国人を受け入れてでも、この賃上をなんとか乗り越えていこうというのが、まあ政府および党の考え方でもあるわけでありますが、そうだからといってここは非常に難しい問題も抱えているわけでありますから、外国人の受け入れに対しては、
慎重に対応しているということは、これはもう大変大事なことだと思います。はい、どうぞ。東京新聞の川田です。どうぞ、お疲れ様です。選挙についてなんですけれども、先ほど幹事長言及ありました、選挙の知事選では、はい、福岡、福井、島根、福島の4県で保守分裂となっておりますので、はい、特に福岡では、先ほども話していましたけど、ちょっと少しその自民党が推薦した新人が厳しいというような世論調査も出ています。で、それを受けて、その各県連やその県所属の国会議員との間でこうしこりが残ってしまうと3ヶ月後のその参院選への影響は避けられないのではという見方もあると思うんですけれども、党としてどのように対応するというお考えでしょうか。選挙は全力を尽くして戦い抜いて勝ち抜くことが大事なんです。勝ち抜けばしこりも何もなくなるわけです。十分な戦いをせずにぼやかしておって、悔いが残った場合にしこりがあったり言い訳をするわけですね。我々は選挙で言い訳はならんと思います。全力を尽くして勝利あるのみです。与党である自由民主党はそれぐらいの覚悟、それぐらいの決意がなくてどうするか。関連ですけれども、そうすると勝てなかった場合にはしこりが残る可能性もあるというふうに見てよろしいでしょうか。勝てないということは思っておりません。勝つことのみ考えて勝利に向かって全力を尽くし配信をいたします。よろしいですか。たまに締めたけですけども、はい、総理から言語新元号について言及があったということですけども、パラフィンの皆さんからはなんかその元号についてのご意見とかっていうお話なかったんでしょうか。まあ今日はみんな喜びいっぱいでございますから、元号のことに関して、ね、ですから今日は特にこのことに対して、賛成だとか良かったとかっていうそういう発言はありませんです。会場の雰囲気は極めて和やかで、喜んでおく。はい、健康審査会ですけれども、はい、先週設定された健康審査会の幹事懇談会に後側は出席しませんでした。はい、健康の方、後側の立花規定というのは立花規定を示してますけれども、今後はどのように審議を進めていきたいというふうにお考えでしょうか。まあ、野党には出席出席を呼びかけていくという親切さをね、持ち合わせるようにならんと思います。野党の皆さんも少し冷静になって出席するのが重要だということがお分かりになるんじゃないでしょうか。はい、それではなければ以上で幹事長の会見を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。